皆さんこんにちは。スクイズ速報です。元広島東洋カープの正捕手として活躍し、引退後はホークスのコーチなどを歴任した達川光男さん、現在は野球解説者、野球評論家として活動しています。そんな達川さんですが、たびたび発言が炎上することがあり、昨年も波紋を広げていました。そして5月4日に再び出現をし大炎上しています。一体何があったのでしょうか。今回は達川さんの炎上と過去の炎上発言などご紹介していきます。1980年代に広島東洋カープの正捕手として活躍し、カープ日本一にも貢献した達川さん、引退後の1998年から2001年は広島の一軍監督を務め、監督辞任後はフジテレビ、テレビ新広島、日本放送などの解説者とスポーツ報知評論家を担当しており、2014年から2015年には中日ドラゴンズのコーチ、2017年から2018年はソフトバンクホークスのコーチをやっていました。そんな達川さんですが、今回解説を務めた際に失言をしてしまい大炎上しているようです。今回達川さんが解説を務めたのはマツダスタジアムで行われた広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズの試合でした。この日は6回まで1対0で横浜がリードしている緊迫した試合が行われており、最終的に7回に広島が4点を入れて逆転勝利。達川さんは J スポーツの解説としてこの日呼ばれていたのですが、 DeNA 側に対し失礼な発言を連発。海老名選手は未熟な打者、この日の DeNA 先発は一生懸命走ったから疲れる、次の回楽しみ、 K は守備ができない、宮崎は守備いいけど足動かない、宮崎から始まるイニングは宮崎だけ抑えれば大丈夫と相手をこき下ろすような発言を連発。たまに解説者で選手をボロカスに言う人はいますが、あくまで批判的な発言に対し、この発言はもはや暴言に近い内容というか、 DeNA 選手への軽視であり、ファンからすれば不愉快極まりない内容と言えるでしょう。ただこれだけならまだなんとか我慢できる部分はあると思います。確かに舐めてると言えますが、大炎上するほどとは思えず、むしろまあいつもの達川かくらいに思う人も多くいたことでしょう。ですが7回に2番手で登板した徳山投手に対する発言があまりに失礼で大炎上することとなったのです。その徳山投手に対する発言は、こいつのフォークはストレートと一緒、この程度のストレートというもの、まず選手をこいつ呼ばわりする時点で解説者としては問題があると言えます。普通の解説者は選手を呼ぶ際に呼び捨てか選手と名前をつけて言います、もしくは彼という二人称を基本使います。こいつなんて普通使いません。しかもそう呼んで大したことないという発言、ファンからすればムカつくのは当然と言えるでしょう。また徳山投手はプロ入り後はイップスに見舞われ非常に苦しんでいました。そこから向き合い、コーチの手助けもあって克服、ようやく今季一軍デビューした投手です。おそらくというか達川さんはこの話を絶対知らないと思いますが、そういった苦労人に対しこういう発言をされてるので余計にファンはムカつくと思います。この発言は SNS を中心に話題となり、トレンド入りする事態に抗議する人も多くおり、しばらくは荒れそうです。達川さんはかねてから出現することが多い解説者で、たびたび炎上することが昔からありました。最近では去年の阪神戦での解説も炎上しており、問題となっていましたね。去年の9月30日、10月1日にマツダスタジアムで行われた広島対阪神戦、この広島戦ではすでに阪神は優勝していたので調整も込みで主力ではない選手を使っていました。この時達川さんは中野、大山、佐藤以外は二軍レベルだから、栗、広島の先発は見下してる、長坂は経験浅いから無理、
阪神は CS 危ないなど阪神に対するネガティブな評価ばかり。これだけならまだ100歩譲っていいのですが、ファンが我慢できなかったのは門別選手に対する発言で、好投を続けている門別選手を見ていた達川さんは、1年生にしてはいい球投げているけどと評しつつ、来年戦力になる言うたらお父さんお母さんまだまだ無理ですよと発言。これが大炎上する事態となりました。しかもこれ、両親がこの試合見ていると思うけどと前もって言ってるにもかかわらずこの発言をしており、両親見てるって予想してこの発言はどうなのかと批判殺到。捉え方次第では両親からすれば息子を侮辱してるとも捉えかねないですし、炎上するのは仕方ないでしょうね。ちなみに門別選手の両親はこの試合を見ており、この件については特に何も言っておらず、ただただ息子が投げている姿をハラハラしながら見ていたようです。多分息子の戦う姿に緊張して実況や解説は聞こえてなかったかもしれませんね。おそらく達川さんは今のままでは来季戦力としてはまだ難しいかもと言いたかったのでしょうが、言い方が悪いのは否めません。いい投球しているがまだ課題はある。その課題をクリアできれば来季活躍の可能性があると言えばいいものを、両親を指してこういうのは確かに良くないですよね。この数々の発言にファンだけでなく岡田監督も激怒。先日勝利した試合後に試合を振り返った後、昨日いろんなことを言うてくれたからな、俺も気合い入ったよ今日はと思い出したかのように自らムカッときたことを切り出し、テレビ見とったらわかるやろ、広島 OB の何かな、なんかえらい何を言うとるのと思ったけどな、本人が俺に言うたことと全然違うな、ええほんまにびっくりしたよ、ちょうど見とったんよとコメント。岡田監督は時間ができれば1軍2軍の試合を見直しているらしく、30日の試合後も帰宅して見直していたのだと思います。また達川さんは昨年2023年のシーズン前に広島大瀬良大地投手に対し、解説者生命をかけて15勝しますよと断言したことがありました。その後戦術した解説を行い大炎上、解説者としてオファーが来なくなり、前述の大瀬良投手も2023年シーズンは怪我のため6勝11敗に終わり、68歳という年齢も踏まえ野球を見る目がないと解説者引退宣言を行い騒動となりました。2024年シーズンも試合中継出演依頼があることから、今後は元プロ野球解説者、元解説者としてメディア出演するとのことでしたが、今回もその一環で出演したのでしょう。ですが再び炎上してしまい、今後の出演がなくなる可能性はありそうですね。もはや解説するたびに炎上している状態となっている達川さん、解説どころかメディア出演も今後なくなる可能性もあるかもしれません。果たして今回の炎上が今後どう響くのか、もう解説をすることはなくなるのか、達川さんの今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。